じゃあそれぐらいです。そう、それぐらい吸っちゃっていい。ナイスナイスナイス。よくね。ナイスボディー、オッケー。よし、いいじゃあそれぐらい吸っちゃっていい。それぐらい吸っていい。準備するのに3ヶ月ボクシング3ヶ月しかなかったので3ヶ月で仕上げなきゃいけなかったので毎最初はもう本当に週3ぐらいボクシング最終的にはもうほぼ毎日行ってたんですけどそこに三宅さんが一緒に来て一緒にボクシングを学んでくれてでそこから脚本も変わっていってなんかこうボクシングしながら会話が多いわけではなかったんですけど私たちはボクシングしてるのででもなんか好きな映画だったりとかどういうことを表現したいのかみたいなのがだんだん分かってきてで新しい今の台本が来た時になんかあ人はそう詳細を話してなくてもなんか分かり合える部分っていうのがあるんだって思ったぐらいなんかこうあ分かるって思ったってなんか以前の台本よりも二人でなんか一緒にボクシングの練習を しながらできた本の方がこう体に馴染むみたいな不思議な時間があって、うん、そこからはなんかこうボクシングもやってるし手話 あの練習も始まったしすごい現実的な時間をそのこのためだけにこう突き進む現実的な時間を過ごして監督と一緒にそこからはもう不安というよりかは信じてくださいみたいなそういう前向きな気持ちになりました耳が聞こえないというのはハンデにはならないんでしょうか稽古は目がいいんですよこのジムを閉めることになりました才能はないかな。だけどなんだろうな。人間としてのね、器量があるんですよ。